はい、もう最終段階に入っちゃいました。ボトルガンプラ続きをやっていくんですけども、ちょっとですね、足を組んでる時にまあなかなかうまくいかなくてね、ちょっと動画を止めたら急にうまくいき始めて、もう手が止められなくなったっていうことで、もういきなり両足刺さった状態からスタートします。すいません、両足刺すところは、ちょっと取れませんでした。もうせっかく途中でなんか変なスイッチ入っちゃってね、もう取ることを忘れてたという必殺技です。ね、こっからはねちょっとね、多分まあ映しづらいっていうのもあるんですよね。こうちょっと今までの角度では作用ができないんでね、まあまあそんな感じです。さあとりあえずガンプラを進めていきますけども、まずは、銀色のやつから始めましょう。はい、やっていきます。ほんとね、いよいよ最後はね、残すはこれだけね、これが本当の最後のパーツになるんでね。あ、違う、最後これだ、最後の最後これだね。はい、残り3つです。で組み立てをやっていきましょう。さて、さあこっからです。映す角度の問題もあるんだけど、多分ですけど、今回の動画もね、だいぶ時間のかかる動画になると思いますのでね、皆さん途中で飽きたら、後ろまでビューンと行ってもらったらいいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さて、一番困るのがこれね、ここの高さの分の。こう押さえるちょっとジグを作らなきゃ、ね、いかんなと思って、まあ、今こんな感じでちょっと曲げてるんですけど、多分これでも足りないんだな。ちょっとどうすっかな、いけっか。ああ、やっぱ足りない感じですよね、これね。もうちょいか。
おお、やっぱ難しい角度になったね、これ。
Thank you.
ここに接着剤持ってるの難しいな。見えない。見えないな。
なんかよくわからんうちに入った。多分。どうしよっかな、ポージング取る、それとも直立でもいいか。難しいわ。狭くなってきました。
どうするかね。どうしようかね。このね、この斜めの角度にこう瓶を斜めにしたいんだけどな。どうやってするかな。で、これをズボッと固定したい。固定したいな。
しても、カメラが倒れるとか、そこマジ怖いの。ちょっともう勘弁して、それちょっと今ちょっと無理。手は2本しかないです。
落ちた。
もあ、もうどうにもダメだ。はい、もう終了。片手はまた後でにしましょう。もう疲れた。はい、こんな感じです。